では今回は、マテリアルズプロジェクトの、ソーズフェイズダイアグラムについてもう少しだけ説明していこうと思います。右側には NIMS のデータで、NIMS は一部だけ3元のソーズのデータが出てまして、例えばこちらに、アルミとチタンとニッケルのものがあるんですけども、マテリアルズ、プロジェクトでも似たようなのを探すことができます。チタン、ニッケル、アルミ必要に入力するとなります。あ、ちょっと順番が違いますね。これを順番直すにはどうすればいいかと言いますと、また入力してください。アルミ、チタン、ニッケルという順番にしておきますと、ちゃんとアルミ、チタン、ニッケルとなりますので、これで比較ができますね。それで、理論計算で絶対レートで、計算してて、この点はこれですよと、点で出てるんですけども、例えば800度、1073Kですと、このように、ブルー色についた部分が、この雇用して、例えばここにニッケルアルミの構造と保ちつつ、ちょっと素性が違ってもいいということになります。で、ここの小さいところもチタン、アルミニッケル2という、チタンニッケル2アルミで、こういうふうに。この構造を保ちつつ多少、素性が違っても同じ構造を保ちつつ、多分どこかの別のところに置換してるんだと思いますけどがなります。で、この白色と黄色のところが、それぞれ白色のところがこの隣接する、素性のところのものが、釣り合い重り、この例えばここの点だったらこの長さの逆比で出てきます。三角形の黄色で覆われた部分はこれとこれとこれ、例えば3つの部分が出てくるということです。で、大体、こういう消えてるところ、高温で消えてるところっていうのは大体、エネルギー的に非常に弱そうなところではありますね。で、エネルギーが、形成エネルギーが不利になりそうなところが大体そんなところになる傾向があるみたいです。これははっきりとは言えないんですけどね。とはいえ、形成エネルギーがマイナスな値が大きいものっていうのは非常にうまく残っているような感じになっています。だいたいいい値ですね。一部違うものも出てきたりするので、理論は理論と割り切るっていうことと、実際にどうなるのかっていうのは大きな助けにするということですね。で、これまた別のエネルギーっていうか温度の図もありますので、こういうのを見ながらどういうふうに変化していくのかなと想像していただければと思います。それで、三角ソーズがない場合は、どうすればいいかという話なんですけども、例えば、これを擬似的に、このデータとあと2元のデータから擬似的に作る方法もあります。詳細はこちらのこの朝倉書店の方の、本などいくつか、有名な本を見ますと、2元のデータから3元の図を大体おおむね予測するというか作るというようなことを本が書かれています。例えば NIMS で2元のデータもほぼ公開されてますから、例えばアルミとチタンでしたら、ここの部分のラインの部分は公開されている部分のここにぴったり対応します。で、各温度の時にどうなるのかというのを温度を決めておいて、でこちらに書かれているもののこの通りプロットしていくわけです。で、同じように、チタンとニッケルもプロットして、アルミとニッケルもプロットします。で、それぞれの出てきた、例えばどこまでの範囲が、どの構造になるのかというのが分かってきたら、それを滑らかに放物線かみたいなのようなフリーハンドでいいので滑らかに描いていきます。そして、各温度でこういう結果からプロットして、さらに、形成エネルギーの結果も、この形成エネルギーの結果も加味しながら、エントロピーや自由エネルギーがどのように変化していくのかというのを予測して、実際にいろんな資料を作ったときにどんな、構造が出てくるのかというのを予測してもらうということをやっていただければいいと思います。で、そして、いろんな条件で作った、構造に対して構造に対して、XRD の結果をと議論、XRD の結果と比較しながら、
いくつかの積出物などの同定をしたりといったことをしていただければと思います。でも今回は以上で終わります。